沼津市立の小学校教諭が市内のホテルで風俗店店員の女性を盗撮したとして現行犯逮捕されました県の迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは沼津市立の小学校教諭井上東洋容疑者45歳です井上容疑者は昨日沼津市内のホテルで風俗店店員の女性をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています 隠し撮りに気づいた女性が警察に通報駆けつけた警察官が映像の内容を確認し井上容疑者も認めたことから現行犯で逮捕しました沼津市教育委員会によりますと井上容疑者は勤務する小学校ではクラス担任をしていました沼津市内の小学校は新型コロナ感染防止のため全て休校中で井上容疑者が昨日勤務だったのか現在確認しています